ナップマッチ。会場にお集まりの紳士淑女の皆さん、お待たせいたしました。本日のメインイベントの開始です。なお試合を始める前にドフラミンゴ様から麦わらのルフィ、トラファルガーローチームにご提案があるそうです。なんだ？久しぶりだな、麦わらのルフィ、そしてロウ。お前たちの目論みは分かっている。この俺と戦いたいんだろう。次の相手に勝つことができたら、そいつを叶えてやろうじゃねえか。その代わり負けた場合は代償を支払ってもらうがな。なに、大会を盛り上げてくれてるお前たちにちょっとしたプレゼントってやつさ。麦わらや、これは我だ。話がうますぎる。冷静になれ。大丈夫だって、トラオ。負けなきゃいいんだろ。やるぞ。決まりだな。ではお前たちの対戦相手を紹介しよう。フジトラ、お前だ。お前たち海軍がこそこそ嗅ぎ回ってるのは知っている。大方出場している海賊どもを捕まえに来たってところだろう。それを公に認めてやろうってんだ。降りてこい。こりゃ出ねえで済みそうにありやせんね。あの二人に聞くこともありますし。旦那の話に乗るとしやしょうか。本意ですが、しょうがありやせん。ルフィさん、ロウさん、報じられたあんた方の同盟の件でお聞きしやす。ロウさん、あんたの部下になったのならシロ、記事通り同盟ならクロだ。返答によっちゃ、あっしはあんた方を逮捕しなくちゃならない。俺たちに上下関係はない。記事通り同盟だ。では消耗剥奪で、ニュースはそれで済めばいいが。レディファイト。腕試しでしょうか。よし、行くか。邪魔者は消すまで。ルファンスレディフェイト。逃がさねえ。すまれ。Yeah!
決着！激戦を制したのは大軍大将藤虎！ドフラミンゴ、貴様！それでは。まあ待て、忘れてたが、そいつらは俺の部下になったんだった。ここは手を引いちゃもらえねえか。ふざけるな！俺がいつお前の部下になったんだ！七部会の旦那の部下なら御社だ。しかしお二人は違うとおっしゃる。どっちが本当のことを言っているか見極めさせてもらいましょうか。もっと楽しませてくれると思ったな。どんな期待外れだな。あんな真似をしておいてよく言う。何のことだ。雑魚がいくら吠えようが誰も聞きゃしねえんだよ。そういや、負けた場合のことをまだ考えてなかったな。そうだな、順位剥奪だ。また一からやり直すんだな。ここまでの手間をかけてお前は一体何がしたいんだ。余興だよ、余興。これからもせいぜい俺を楽しませてくれ。心の準備はよろしいでしょうか。いよいよ本大会を締めくくるドフラミンゴ様との優勝決定戦が行われます。まずは挑戦者の2人の入場です。イーストブルーを出発してから2年余り、その間に起こした事件は数知れず。海賊麦わらのルーフィー。麦わらのルーフィーと同じく最悪の世代、ハードル海賊団船長にして大川七部会死の下界トラファルガー・ロー。対するは、あの男は、天夜叉の旦那、ここはあっしに任せちゃもらえやせんか。やはりあの二人は旦那の部下ではないようだ。したがってあっしは逮捕しなくちゃならねえ。いいだろう、奴らとお前の試合を認めてやろう。ふざけるな貴様、逃げるのか。言っただろうが、こいつは余興なんだ。面白けりゃ何でもいいのさ。はい、今大会決勝戦でも波乱が続きます。突如乱入した海軍大将藤虎と麦わらのルフィ、トラファルガーローチームとの試合が成立しました。さてお二方、覚悟はよろしゅうござんすか。あ、来い。抜かるなよ麦わらや。レディファイト。腕ダメしといた。なんか燃えてきた。こんなところでつまずくわけにはいかねえんだ。こいつ、こいつ、いや、うわっ、シャンブルス、逃がさねえ。ジェットリンガー！
がさぬ。逃がさぬ。逃がさぬ。刻んでやる。これ逃がさぬ。シャンブルス。そこだ。逃がさぬ。シャンブルス。逃がさぬ。シャンブルス。シャンブルス。麦わらのルフィ、トラファルガーローチーム勝利です。こりゃいけませんね。そして次はいよいよ優勝決定戦。最強の挑戦者に対してどのような戦いぶりを見せてくれるのでしょうか。王家七部会の一人にしてドレスローザ現国王、天夜叉ドン・キホーテドフラミンゴの登場です。やっとお出ましか。ザコはザコなりにあがいてここまで来たようだが、そいつもおしまいだ。覚悟はいいか。それはこちらのセリフだ。お前を守る者はもうないぞ。リンゴ、お前を倒して俺たちが優勝するんだ。小僧どもが付き上がるんじゃねえよ。よっ
をしようと手遅れだ。覚悟しろ。このようなことがあるのでしょうか。目の前で起こっていることが信じられません。やめるな。小僧どもがなかなかやるじゃねえか。いいだろう。お前たちのことを認めてやる。この次会った時、それがお前たちの最後だ。余興としちゃ面白かったぜ。じゃあな。待て。くそ、逃げられちまった。このような結末を誰が予想したでしょうか。今大会の優勝は麦わらのルフィ、トラファルガーローチームです。二人は我々に数々の感動を届けてくれました。惜しみない拍手をお送りください。商品はこの後。カイゴンか。逃げるぞ麦わら屋。まだ肉もらってないのに。諦めるんだな。